カラオケ。カラオケとは、歌唱、または、メロディパート、主旋律を担う楽器を演奏する際に、事前に制作された伴奏を再生し合唱、合奏や演奏する行為を言う。対語として生演奏を生オケと言う。また、事前に制作された伴奏の録音も、カラオケと呼ぶ。1970年代以降、演奏装置そのものを、カラオケと呼ぶ機会も増えている。 通常、楽曲の伴奏部分だけを事前に記録している記録媒体、音楽テープやディスク等で再生する。この言葉の生まれは、生伴奏なしと、同義で、カラオケで、は、伴奏なしでやろうという意味だった。これは、放送業界で、生放送において、伴奏へ、多くの注意や経費を払わなくていいところから、重宝した。 ここまでは放送業界用語であり、この意味のカラオケの語は今でも使われている。この形式は日本で生まれたもので、カラオケの仕掛け、つまり歌を歌うための装置、さらにはその装置を使って歌うことだけでなく、歌うための場所を提供している、店、カラオケボックスの子などをカラオケと略して指すようにもなっている。これはカラオケがそれだけ一般化していることの証でもある。 カラオケは歌ってストレスを発散させたりするため、娯楽に分類し、レジャー白書で統計を取る一項目ともなった。2008年にイギリス政府が2500人以上の成人を対象に行った最も重要と思いつつも最も不快に感じる電子機器の調査ではカラオケが22%を獲得し、携帯電話などを抑えて1位となった。イギリスでは 日本のように防音施設が整った個室型のカラオケボックスがまだあまり広まっておらず、カラオケを設置しているパブで音痴の人や酔っ払いの歌声が騒音被害を招いているとの理由から、気楽曲を聴くサービスも登場している。日本語のカタカナ表記であるカラオケをローマ字表記を基本とした各国語の表記、発音で呼ばれている。例えば英語では中国語では 朝鮮語では、ロシア語、ウクライナ語は、イタリア語、スペイン語、ドイツ語、スウェーデン語、ポーランド語、ベトナム語でも、カラオケである。ちなみに、フランス語は、である。カラオケのカラは、ソラ、オケは、オーケストラの略で、楽団、楽隊による名前演奏ではなく、レコードやテープで代用することを指し、放送業界で用いられている。 一説には NHK 公共楽団員らの雑談から出た言葉というカラオケという言葉が普及する以前は空演奏と表現することが多かったまた日本ではマイナスワンと言われていたこともあった曲から1パートのみ削減されていることから例えば中島美雪のアルバムお帰りなさいに付属していた7インチシングルに収録された歌唱なしのあばよ追いかけて 横浜でこの名称が使われている。録音機材が発達する前は、放送は基本的に生放送で行われていたが、次第に録音素材が用いられるようになり、費用がかかるオーケストラも準備させずとも、あらかじめ録音したカラオケに歌手の歌を練ることが技術的に可能になると、番組制作経費の削減目的で普及した。1970年以前には、 日本ではすでにハードウェアとしてはマイク入力付きの八トラック式小型ジュークボックスが、またソフトウェアとしては伴奏用ミュージックテープが販売され、これらを使って歌を歌わせる店が出現していた。初期の八トラック式小型ジュークボックス装置としては、1967年に発売されたネギシシゲイチによる国際商品のミュージックボックスや、1968年に 発売された浜崎岩尾によるミニジューク等がある。バンドマン出身の井上大輔はカラオケ関連サービスと専用装置を1971年に発明したと主張している。井上は8トラック再生期にあらかじめ用意された蝶や店舗から選択して再生、歌唱できるテープを添付し、8ジューク、8ジュクと名付けてリース販売したことで人気を博した。 初期には、コイン式の有料再生装置で、テープ1本あたり4曲、10本セットの計40曲で、料金は5分で100円で、スナック等に設置された。2010年秋、井上の本、カラオケをはじめ、作った男の著作権が2万口に分割、高額で、権利を売りつける業者が現れていることが判明し、問題となった。詳細は、井上大輔。 著作権の販売問題を参照。8トラック、コンパクトカセット、レーザーディスク、VHD、ビデオ CD、DVD などを経て、1990年代以降のブロードバンド環境の発達後は、日本では通信カラオケが主流となっている。従来、音声入力にエコーをかける程度の不可機能だったが、その後、キー変更やテンポ調整などに対応し、 歌いやすくしたものが主流になり、さらに採点や音声変換など遊びの要素も含めた多機能化が進んでいる。選曲もリモコン式からバーコード入力、タッチパネル式端末と発達した。また当初は歌本やカードが用いられていたが、レーザーディスク普及後はモニターに歌詞が字幕スーパーの形で表され、歌うべき部分の色を変えて、 歌い手をサポートする仕組みが一般化している。楽器練習用に特定パートだけを除いたカラオケも教材として普及している。現在のカラオケ形態の出現以前の1950から60年代には一部の喫茶店において店主や専属の生バンドが楽器を演奏して客が歌う歌声喫茶という業態が存在していた。ただ、 当時の社会運動や風潮などとの連動が強く、現在のカラオケのように時節の流行歌を歌うものではなかった。飲食店などにカラオケ装置が設置され始め、社会運動などが体調した70年代には、ほとんどの歌声喫茶が姿を消した。カラオケはスナックなどの飲食業者の店舗やホテルの宴会場などに置かれることが多かった。 カラオケはもっぱら主席の余興という位置づけであったからだ。この時期の利用者は酒の飲める世代、つまり20代以上であるが、具体的にはより年齢層が高いそうであった。その理由はカラオケとして録音されていた曲の多くが演歌だったからである。FM 音楽番組日立サウンドインナウ1971年から1977年、BR 番組で人気コーナーが カラオケコーナー。パソナリティは音楽家の杉山孝一。内容は放送当時ヒットしている歌謡曲を市販のレコードで流す。そして杉山孝一のトークで楽曲の作詞、作曲、編曲、歌い方などの解説があり、その解説の後にオリジナルで使用されているカラオケをフルで流す。当時は音楽用 CD はまだ存在せず。 アナログレコードの時代であり、オリジナルのカラオケの存在やカラオケという言葉は世間の人には知られていなかった。このカラオケコーナーと生中継のカラオケゲームなどの放送で聴取者を中心にカラオケという言葉やアレンジ、編曲という言葉、歌謡曲などに多用されるカラオケ音源の存在が知られていくことになる。 1980年代半ば、カラオケのみを専門的に提供するカラオケボックスという事業形態が誕生した。酒のついでにカラオケを楽しむのではなく、純粋にカラオケで歌うために赴く場所であり、それ以前の概念を根底から覆す画期的な業態だった。岡山県において廃車になった貨物列車、トラックのコンテナを改造して設置したのが、 始まりとされる。1990年代以降は、通常の建築物内に、カラオケ専門ルームをしつらえるタイプが主流である。カラオケボックス成功の一要因として、などが挙げられる。カラオケボックスは、学生のコンパや、サラリーマンなどの懇親会の二次会の会場として、よく利用される、日本人の娯楽の代表の一つとなった。 しかしいつの世にも人前で歌うことを苦手とする人も少なからず存在している。さらに、テレビ番組での企画、結婚式での余興、学校の文化祭でのカラオケ大会など、多方面でカラオケが活躍の場と広がっている。1990年代の日本でシングル CD のミリオンセラーが多発した背景の一つとして、 カラオケボックスや通信カラオケなどのカラオケの普及を上げる意見もある。カラオケが大流行し出すと、その楽曲のシングル CD 自体にカラオケが収録されるようにもなった。これにより、特別の機材がなくとも自宅で一部の曲のカラオケができるようになった。1992年、台東が通信カラオケ X2000 を発売する。同年、エクシングも。 ジョイス運動を発売。通信カラオケは、それまでメディア、媒体で供給されていた楽曲が通信により提供されるようになり、カラオケ装置は独立して存在するものではなく、通信で接続された一つのシステムの中に組み込まれた端末装置となった。各カラオケ装置は木に大量にソフト、メディアを用意する必要がなく、 機械駆動装置がないため小型、小スペース化も、図、新曲の配布も早くなった。またこれはビジネスモデルとして、機器を販売、ソフトを販売するものが、使用量に応じた課金システムとなっていくことでもあった。その後、1995年までに第一交渉、ダム、ギガネットワークス、ギガ、パイオニア、日光堂、あとの BMB、東映ビデオ、ビマックス S。 日本ビクター、孫悟空、セガ、プロローグ21、セガから、優先、優からなどメーカーが相次いで参入し、通信カラオケ全盛時代となった。しかし2000年代に入ると、メーカーの撤退や、吸収合併が相次ぎ、2006年の日本、ビクター対等グループ撤退、2007年のセガグループ撤退により、業務用通信カラオケ業界は、 第一交渉、BMB、優先グループ、エクシング、ブラザー工業グループの三つどもい時代に突入。さらに2010年に、エクシングが BMB を完全子会社化、同年7月に吸収合併したことで、業界は、首位の第一交渉と任位のエクシングによる伏線状態となった。オリコンでは、1990年代半ば頃から、 全国のカラオケからのリクエストを集計したカラオケチャートを発表している。ただし、データ集計にかかる時間の関係上、各カラオケメーカーが発表するデータよりも2週ほど遅れる。チャートの特徴は、長期間にわたって1位やトップ10位をする曲が多いことでカラオケファンの人気曲がごく一部に集中していることを示している。かつて、 岐阜県のコンビニチェーンであるタイムリーが独自の試みとしてカラオケとコンビニ一体型店舗を営業していた。安価なサービス料金体系に加え、客がコンビニで購入した惣菜や飲料などを持ち込むことができるなど競争の激しい業界における新たな経営業態として注目された。しかしながらタイムリーは営業不振によって山崎製パンに吸収合併され、 この携帯の店舗は消滅した。しかし、第一交渉は2014年4月17日、ファミリーマートと共同でカラオケとコンビニ一体型店舗の第1号店を東京都大田区の蒲田駅前にオープンし、カラオケコンビニ一体型店舗が復活し、テレビ東京のガイアの夜明けでも紹介された。初期の通信カラオケは、音楽音質の悪さと映像のバリエーションが、 貧弱などクリアしなければならない面もあった。それまでの媒体経由の音源はアナログ録音で基本的にはレコードやラジオ、テレビで放送される音楽を再記録したものに近いものである音質は同じように高かった。しかし通信カラオケで使われているのは音源は MIDI デ,データで構成されたデジタルデータでありカラオケ装置は MIDI 再生装置であった。 このミディ再生装置は基本的には音楽演奏用シンセサイザーであり、これは演奏を録音した音源の再生とは全く異なる再生形態であった。アナログ録音されたプロの演奏とは全く比べ物にならなかった。質の悪さはミディデータが悪いというよりはミディ再生装置側のクオリティの低さから来るものであり、さらに付け加えられた映像バリエーションの少なさも これに加わり当初の品質は高くはなかった。しかし、提供楽曲の多様性と新婦の迅速な配信は、物理音源カラオケを大きくしのぎ、以後、通信カラオケは、カラオケの主流となっていく。現在では、PCM 音源が進歩し、ミリ再生装置だけでなく PCM 再生装置を内蔵するようになった。シンセサイザー機能に加え、デジタル録音データ再生機能、 いわゆるサンプリングデータ再生機能を発表になり、再生装置は大いに音質向上、機能向上している。初期はテレビ画面そのものがなく、紙を見て歌った。その後、テレビ画面に字幕が出るようになり、その字幕の通りに歌うが、かつては同じ背景しか出なかった。その後、曲のタイトルや歌詞の意味に合わせた一種の寸劇ともいえる映像が追加された。これは、 地域性としてご当地ソングや歌詞の重みのあるフォークソングで重要視される。例えばカリュードの曲、あずさ2号の場合は、特急あずさの走行シーンが流れるといった具合である。2000年代から通信カラオケの進化に伴い、本人映像、アニメ映像が登場し、歌唱者本人による当時の映像、ライブ映像やミュージックビデオ、アニメやドラマ、 映画本編の映像、OP 映像を繰り返し流すだけのものや、OP と劇中の映像を合わせて PV 風に編集したものとがあるが流れる。1970年代に入ると、家庭用テープレコーダーは、コンパクトカセットタイプのものも、音楽鑑賞にこらえうる音質にまで達しており、特にラジオ付きカセットテープレコーダー、ラジカセが普及すと、これをカラオケ用の装置として、 使うようよよにににななったた高級なラジカセにはマイク接続とミキシングによる覚醒機,機能がいいていた1980年代後半にはレーザーディスクによるカラオケシステムが現れ、ある程度の普及を見た。これはメディアの性質上映像が含まれており、テレビ画面上に映像と歌詞を表示して使われた。プレイヤーは一般のものと異なり、 マイク入力とそれへのエフェクト機構があった。さらに選曲ボタンが多かったりと、カラオケ仕様のための操作ボタンを備えていた。家庭用ゲーム機でも PC エンジンでは、CD、G、ドリームキャストや Wii では通信カラオケによるカラオケシステムに対応している。音源媒体については、1970年代、初め頃よりラジオ番組の中でカラオケ、 伴奏のみの音楽を流す企画もあり、これを録音する聴取者もいた。また、市販のレコードにはカラオケがほとんど存在しなかったが、ミュージックテープ、音楽カセットでは、カラオケのみを収録したものが多くラインナップされた。テレビの歌番組で歌手の歌に合わせて、歌詞の字幕スーパーが放映されるようになって、以後、楽曲によっては販売される CD 自体に、 カラオケが収録されるようにもなった。特別にカラオケの音源がなくとも自宅でカラオケができるようにもなった。1995年には家庭向けの通信カラオケが登場しているが普及の度合いはまだ少ない。またカラオケ機能を搭載したゲームなども数多く出ている。ニンテンドーの大合奏、バンドブラザーズ DX、カラオケジョイスウンドウィーヤなど、 マイク型ハードウェアに収録済みの曲とそれに補充するロムを使用し個人用でカラオケボックスにも負けない人気を得た収録曲は夏メロや歌謡曲演歌など高年齢層好みが中心のものも多く若年層が中心の J-POP が少なめであったが最近は増加傾向にあるかつてはカセットプレイヤー一体型が主流であった個人用としては 携帯電話やパソコンにカラオケソフトや楽曲データをダウンロードする新しいサービスも試みられている。2018年10月29日付時点の記録。1994年12月26日付、2018年5月28日付、週間50位以内のランクイン集数にて算出。以下は、主な番組、コーナー、企画について列挙する。 千葉テレビ放送テレビ、埼玉群馬テレビ3テレビ、旧、兵庫テレビ放送。上記のイギリスの事例で述べた通り、海外においては、多くの人が飲食するパブやバーで提供される方が、多く、日本のように個室を用いたカラオケボックス形式は、少ない。なお、イギリスでは、ロンドン市内を中心に展開している、高級カラオケボックス、ラッキーボイスがあるが、 このような例は少数に限られる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。